平野の仕様、年間の休業報道の裏で、タトゥー入れるの声が上がるわけ。アディダスジャパンは今月、元キングピンス以下、キンプリの岩橋源氏を最新 T シャツコレクションのキャンペーンビジュアルに起用しました。岩橋の両腕に入れられたタトゥーに対して、ファンからはいつの間に、疑問符と驚きの声がネット上で相次いでいます。このブランドでは、 T シャツと短パン姿の岩橋のビジュアルや店頭限定のメイキングムービーを公開しています。さらに、対象の T シャツを購入するごとに、岩橋源氏オリジナルトレカ全球種が1枚もらえるキャンペーンも行っています。ファンの間では岩橋の両腕に入れられたタトゥーに注目が集まっており、かっこいいし、似合っている。 海外ではタトゥーも普通なんだろうな、と理解を示す声が目立ちます。しかし、岩地、岩橋の愛称、ガイツの間にこんなにたくさん入れたのびっくり、増えてるなとは思ってたけど、想像以上だった。と驚きを隠せないファンも多いようです。 以前から岩橋自身が自身のインスタグラムでタトゥーをちら見せしていたものの、ファンもここまで広範囲に入っているとは予想していなかったようです。岩橋は2021年3月に金プリを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場しました。 その後、海外での生活の様子をインスタグラムで頻繁に公開してきましたが、2021年12月に投稿したセルフィーには右足首の内側に十字架のタトゥーらしきものが映っており、本物。疑問符いつ入れたのと一部のファンが騒然となりました。ジャニーズ事務所では基本的にタレントが公にタトゥーを見せることは禁止されていますが、 退場後は、そのルールがなくなるため、元ニュースの手越祐也なども岩橋と同様にタトゥーを披露しています。また、今回の岩橋のキャンペーンビジュアルを受けて、今日5月22日をもって、ジャニーズ事務所を退場する金プリの平野使用に対して、今後、タトゥーを入れてもおかしくない、という声も一部で見られます。 平野は5月18日発売の女性セブン小学館で自身の海外進出への強い意欲や1年間休みたいと周囲に語ったことが報じられており退所のうちすぐに武者修行のために海外へ渡る可能性も考えられますそうした報道からくんも海外でタトゥーを入れるのかもという話題が浮上しているようです 平野の退場理由は海外進出に挑戦したいためとされています。今後先に海外に渡った岩橋を頼ることはあるのでしょうか。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。